とだらあったいってちゃんちにおけさおけさせつまややるスタイル。皆様こんばんは、ようこそおいでくださいましてありがとうございました。この番組は1年ぶりでございますが、今夜は新しい歌、懐かしい歌、そして新しい趣向を加えてご覧をいただこうと存じます。どうぞ最後までごゆっくりとお過ごしくださいますように。ケニオーデルトーキー持ってきた大きな夢さかそっと浮かんで漏らしためいきちゃんしきおけさむけした涙で曇る月。船方さんよ土手で呼ぶ声聞こえぬか姉下か振りが見えないか縁屋さんと回して止めておくれよ船しよ船しよ。おい船方さん船方さんよ月の絵を忘れずに早寝しどりを縁屋さと流して一目しえ飲んで来ておくれ来ておくれ。
たく海を攻める、これが浮世か見てはいけない、西ドラ見れば江戸へ様の囃子が聞こえてくな、思い出すな、お玉が池の島道場か。ひなてびきも今じゃヤクザの用心棒、金星おら街道の金子島か。よく探されて、お前も泣きたかろう、心乱れて抜いたすすきを奥歯で噛んだ男てくださんだ病心だの落ちぼれ果ててもひらてまぶしや男の尻にまだけば知っております、行かねばならん行かねばならんのだ。まぶた ぬらしておくの夢いくつ、息を殺して地獄参りの冷やだけ飲めば、金がなる長く余縁寺。数に上州こがらす泣いております泣いておりますこの通り、わしゃ姉さんのようないい人に巡り会ったのは初めてだ、となります、横綱になった姿を姉さんに見てもらいます、そしてなわしゃ死んだおっかさんのお墓の前で立派な土俵入りがしたい。いやーほんな浮世の裏表教え込まれて夢でござんす何もかも相撲修行も今じゃ日陰の今じゃ日陰のさ安堵がさ、
世話じゃならず役立になって訪ねてみりゃ殺します。あれさ、さ、この金持って早くお行きなさいまし。友情は今が潮時だ。あとはあっしが引き受けましてござんす。さあ早く早く行きなさいまし。もしおつさは親子三人いつまでも仲良くご暮らしなさんせ。もう二度とお目にかかることはござんせんが、十年前串郊外巾着ぐるみ意見をもらった安倍藩へせめて見てもらう駒形のしがねえ姿の土俵入りでござんす。ご覧くだされお蔦さん、せめてもへの花の出ず入り、花の出ず入りどの国で1970年のこんにちは、こんにちは、こんにちは、握手をしよう。東京の方もそれ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 、名古屋の方もそれ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 、また日本の方もそれ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 。
祭りの日には帰ろさしゃれよ。国の父母あのじじばばも指を折りつつ待つほどに、みんな揃っておまんたばやし、さて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 の、おまんたのふるさとは市の民謡、私の歌の思い出は母の子守歌。私の歌のふるさとは日本の心、私の歌の生きがいは人々の喜び湧き立つ手拍子に、命の限り私は歌う、人生が中に真心と愛が出て、悲しみを洗う涙の僕、新しい夢かけて歌よ、羽ばたけ愛する国に歌よ、羽ばたけ。人間の真実を求めて終わりなき我が歌の道をこれからもまっしぐらに進む覚悟でございます。どうぞこのごともよろしくご指導ご鞭撻を賜りますように。私の歌のふるさとは流行歌となりまし、私の歌の思い出は小学校のオルガン、私の歌のふるさとは日本の心、私の歌の生きがいは人々の笑顔、喜び湧き立つ手拍子に、命の限り私は歌う、人生がこの中に真心と愛が溢れて、悲しみを洗う涙のごとく、
畑。ああ終わりなき我が歌の道、終わりなき我が歌の道へ、遥か島の殿に申し上げまする黒田官兵衛吉高の旗本25騎の一人毛利太平はたとえ人だる一つのみ伏せと言われても負ける方ではござりませぬ。はばかりながら祝前福岡黒田の武士は戦の相手も酒も心で飲むのでござりまする。彩る船に男
あれは紀の国みかん船。海が荒れよと故郷の人が摘んだみかんは捨てられる。やんれさえやんら雲の切れ間に星影一つ、ああ「あれは紀の国みかん船」「波が逆まくこの笑顔よ、思い出
の涙よ、昨日今日明日、過去現在未来、時は帰らず夜は移りゆく、いつか別れの言葉、さようなら、思い出のあの街、思い出のあの人、咲くつぼみに今日の命を。響くは山狩り麦の人外語、しかも一口に打ち散る流れ、おもまがはっと立ち上がり、耳を澄まして太鼓を数えよう。まさしく阿呆の星の打ち切りじゃ、助け立ちするはこの時ぞ、もしやその中に昼間別れたあの蕎麦屋がおりませぬかな、は今なんというまひとたび大手別れが姿に戻と稽古自慢に身を固めて、断固蔵の墓場桃立ちだったことに、あぐしらがやたたんで後ろ鉢巻け目のするごとく、嘆しにかかるは千五年前にたまら壇上を鍛えたの記者の手やりを右の手に、霧戸を開けて一足表に踏み出せば、天満幽庵地はがいがいたの白雪を蹴立てて、行く手は松坂城。平野屋敷に来ていれば今うち見つけて駆け寄るたら星が天候騒動の槍で押しけなし弱いざそうと言われた時に、思いしは深きこの通り
厚くお礼を申します。されどもここはこのままに槍を収めてお引き上げくださるならばありがたし、はかる羽織しも一人の老子が雪を駆けて咲く襟に書かれた名前こそ誠かすぎの文字を平治殿わしが教えたの極意、命惜しむならおこそおしめ立派な働き祈りますのよ、さらばさんあらばんあとに左あこうろうしに邪魔するやつ何とたりと足のたもとで石突きついて槍の現場は仁王立響けよ山田の太陽月も夜空にさえ渡る夢と聞きつつ両国の橋のたもとで雪踏みしめ